はい、こんにちは、ブルホースです。不安症人向け交渉テクニックっていうことで、まあどちらかというとちょっと営業マン向けな感じはするんですけど、普段のね、まあ男女の会話とか親子間の会話とか、まあ友人との会話の中でも使えるような、まあ何かこう物事を決めていきたいとか、そういうお話にも使っていけるようなテクニックを今日はご紹介していきます。で、まあ、交渉の破滅っていうね、まあ破滅への論度みたいなね、それは違う。はい。で、まあこれね、交渉の破滅って結構自分で書いてて怖い言葉やなって思いました。で、何かっていうと、僕もね、こんな偉そうにいろいろ皆さんに普段からこう YouTube を通して話しているんですけれども、まあどっちかというと結構気弱なタイプなんですよ。なので、営業の仕事を普段ね、しているんですが、まあ強気で、いや、うちの商品いいんで、もう買ってくださいよって、今ここで決めてくださいよっていうようなクロージングっていうのはなかなかできないんですよね。まあ営業をやっている上司とか先輩の中では、いやもう決めちゃってくださいってしれっとこう言えるタイプの人たちも中にはいるんですけど、いやすげえな、よくそんなこと言えるなんてっていうふうには思うんですけどね。で、今回はそんな気弱なタイプとか不安症の方であったとしても、人とコミュニケーションをスムーズに取れるようになるためのテクニックっていうのをご紹介していきます。はい。で、これはですね、まずそもそもがどうやったのかっていうと、学生を対象にした実験なんですね。で、全員に架空の商談っていうのを行ってもらったんですよ。まあ、商品買ってくださいとかそういう感じですね。で、パターンとしては3つあって、1つは普通に商談を進めるパターンですね。もう何も別に意識しなくていいですよという感じです。それから2つ目に商談相手が挑発してくるパターンですね。え、あんたんとこさ、こんな高い金額で買わせようとしてるん？はぁ、えらい強気でんなぁ、みたいなね。うん。それから、商談相手が怒っている状態での商談というね、これが一番嫌かもしれないですけどね、お前何しに来てん、そもそも、あみたいな。こんなお客さんが来たらね、いや、あんたが問い合わせてきたんや、みたいなね、言いたくなるんですけど、まあ、器用なタイプなんか当然そんなこと言えるわけないじゃないですか。僕もクレームをもらって、たりとかするときなんかはもう何も言えなくなっちゃうとか、そんなんなんですけどね。はい。で、この今の3つの普通、挑発、怒りのパターンから結果どうだったかっていうと、もう言うまでもなく、普通の商談をした学生さんの方が圧勝でうまくいったんですよ。これに関してはまあそりゃそうやろっていう結果なんですよね。で、自分が怒ってしまったとしてもね、なんか横柄な態度を取ってくるお客さん相手になんやねんってこう怒ったとか、それから相手が怒っていたとしても、まあ、どちらにせよ普通の商談よりもうまくいく確率っていうのは残念ながら半分以下だったんですね。だから普通の商談が10回うまくいくんだったら、怒りとか挑発系のパターンだった場合はまあ5以下になっちゃうってことなんですね。で、これに関してもう一つ実験を行ったんですけど、これはですね、怒っている相手を対象にしたとしても商談をうまく進める方法がありますっていう話なんですね。で、こちらも3パターン用意してまして、で、一つは普通に商談を進める、ここは変わんないですね。それから2つ目に商談のゴールを設定しておくと、例えば事前にこの金額なら売りますよっていう明確な目標を自分の中で決めておいて、相手がじゃあなんか1割引きせとか1000円値引きしてしやっていうように値下げ要求をしてきたとしても、まあ、絶対譲らないようにするっていうふうに決めておくと。それからもう一つは if then プランニングを使うっていうことですね。これに関してはもし〇〇が起きたらバツバツをするっていうふうに行動を、もう商談の流れっていうのをパターン化してしまって、もうブレない軸っていうのを作っておくっていう方法です。で、例えばどういうことかっていうと、相手がなんかバグってますね。相手が値下げ交渉をしてきたとしたら、あくまでビジネスとして対等な立場、買う、売るっていう対等な立場であることを主張するといった感じで、こちらが提示している内容とか金額とかサポートに関して一切曲げませんと、こちらが提示している内容で飲んでくれるのであれば、あなたたちの言い分も受けますっていうような断固とした内容っていう軸っていうのをもう決めておくっていうことなんですね。で、結果どうなったかっていうと、今回はですね、なんと if then プランニングというのが圧勝だったんですね。if then プランニングに関しては習慣化のところのお話でもしているので、ぜひその効果っていうのを試していただきたいところではあります。で、これに関しては何が起こったとしても自分がこれをやるっていうことを決めておくことで怖さとか不安っていうのがほぐれていくんですね。で、それだけじゃなくって意識を高める効果もあるんですよ。自分との約束を守るっていう意味なんですよ。私は
こういうパターンだったらこうしていくっていう風に意識を高めていくんですね。で、これはセルフコンパッションっていうのを働かせていきますよと。で、この動画を見ている方の中には当然その話し合いとか、まあ、商談とかが苦手っていう方多いと思うんですよ。だからそんな方に関してはあらかじめパターンをいくつか用意をしておいて、で相手に揺さぶられるようなことがあったとしても最後まで自分の主張を押し通すことができるようにしておいた方が話し合いがうまくいく可能性っていうのが高くなりますぜっていうことなんですね。結局は皆さん自分の主張を押し通したい人たちの集まりなんですよ。でもなんかこう2点3点してなんかさっきと言ってること全然違うよねってなっていくから結果折れざる得ないみたいな状態なんですけど、1から10まで交渉のスタートから終わりまで自分がこう主張するんだっていう風に初めから決めておくことによって相手も納得してくれる確率が高くなるっていうことなんですね。ですから交渉ごとは事前準備で決まるっていうことなので、苦手な方はぜひどういうパターンで進めていくのかっていうのをいくつかシミュレーションを残しておくようにしておくのが吉っていうところです。まあどっかのドラマでね、準備は念入りに、仕留めるときは一瞬でっていうのがあるんですけど、まあ、結局はそういうことです。はい。ですんで、苦手、商談とか話し合いが苦手な方に関しては、事前準備っていうのをぜひしっかりとしていただくのがいいんではないかなという動画でございました。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。